こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、オーストラリアアマゾンの販売手数料、それについてね、質問があったんでお答えします。扱う商品によって手数料上下あるんですけど、手数料が安いからね、稼ぎやすいというわけでもないです。で、手数料が高いから、ね、稼ぎにくいというわけでもないです。この手数料率の違い、ね、というのは、本当、為替や販売単価の上下で、吹っ飛びます。手数料はね、参考程度に見てください。参考程度というか、むしろね、手数料率高い商品っていうのは、Amazon が強いという可能性が高いわけですね。手数料率低いの Amazon 弱いかというと、もともとも単価が高いからね、手数料率低くなってるというのもあります。ただね、ここでカテゴリーを絞っちゃってね、探すというのも、あんまりお勧めできないんで、ほんと参考程度で見てください。質問あってね、手数料気になるんだろうということをね、まとめました。で、この手数料ね、ちょいちょい変わります。そんなところで、一覧こんな感じなんですけど、全部は並べてないですけどね、手数料率安いところだと、ベビー用品が7%、本が15%。で、次の一覧だと、ホーム用品が7%、電子用品が13.5%。携帯電話が7%、宝石15%。パソコン6.5%、アウトドアが12%。ビデオゲーム本体が6%、ソフトウェアが15%というようなのがね、今現在の手数料率です。また、気になること、ちょっと知っておきたいことありましたらね、どしどしご質問ください。じゃそんなの気にしてもしょうがないというようなことはないんでね、気になったことをね、もやっとしたままね、取り組むのも何なんで、聞いていただければ、このように調べて記事も作りますし、何でも、ストレスなく、できるだけ効率よく稼ぐためのお手伝いは何でもしますんで、お気軽にご質問、ご報告、していただければと思います。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。